皆さんこんにちは。今日はチットチャットをやっていきたいと思います。最近ねちょっとメイク動画が少なかったので、今回は喋りながらゆるっとヘルシーメイクをしていこうかなと思います。先にねゲットレディウィズミーを撮ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとなんかゆるくおしゃべりをしたいなと思ったので、今回はチットチャットを先にやろうと思います。で今日は新しいコスメとかも使いながら、これからの時期とかにもできそうなヘルシーなメイクをしていこうかなと思います。でゲットレディの方はスーパーとかに行くゲットレディとかではなくて、いつも通りのゲットレディをしていこうと思ってて、特に出かける予定はないんだけど、ちょっとおしゃれしたいなと思って、そういうゲットレディをねまた撮りたいなと思ってます。なのでそちらはちょっとお待ちください。で今日はちょっとゆるっと喋りながらなので、また飲み物を用意しましたはい、こちらです。結構暑いので今日はね氷を入れたお茶を用意しました。皆さんも何か用意しながらゆるっとした感じで見てみてください。ではメイクをしていこうと思います。あ、でもちょっとピンを忘れた。で髪の毛今日3回目やったんですよ、カラーシャンプーを。結構いい感じに入ってきてるんだけど、動画だと伝わりにくいかもしれない。オレンジっぽさとか汚くなってたところとかがね綺麗になってきてるんですよ。伝わるかなこれすごくいい感じに色が入ってきました。はい、ということで最初はこちらを使います。シャーロット・ティルブリーのマジッククリーム。アドベントカレンダーに入ったちっちゃいサイズなんですけど、これめっちゃいいんですよ。スキンケアとしても使えるけど、メイク前にも使えて肌をねめちゃくちゃ綺麗に見せてくれます。これ塗っただけでもすごい綺麗になる。香りもねめちゃくちゃいいし、すごい保湿されますね。はい、こんな感じ。なんかちょっと1枚フィルターかけたみたいな感じになりますよね。すごい綺麗になるんですよ。これめっちゃおすすめです。で、そしたら今日はこちらを使っていきます。バントルテのミネラルウォータリーファンデーション。かなりね、サラサラのファンデーションです。これはちょっとね、振ります。すごい垂れた。かなりサラサラで、ほんと化粧水っていう感じですね。これを全体につけます。なんかね、ほんと化粧水つけてる感覚。めちゃめちゃ軽い。なんかね、色のついた化粧水を塗ってるような感じで、こんなにサラサラだけどもちもちするというか、しっとりしてますね。保湿もされます。ヘルシーメイクとかナチュラルメイクとか、あんまり重くしたくない時とかね、すごいいいと思います。色味もね多少補正されるんですけど、クマとかね色ムラがすごいところはちょっとコンシーラー塗った方がいいかなっていう感じです。でもすごいいい感じ。素肌感があってめちゃくちゃいいです。そしたら NYX を使っていきます。これね気に入ってる。これをポンポン付けしてクマを消します。しっかりカバーされるし、ツヤがね程よいツヤでナチュラルなんですよね。はい、こんな感じです。自然な感じで隠してくれました。めっちゃねおすすめ、このコンシーラー。あれどこ行った？私のは07番、かなり気に入ってます。でパウダーは今日はねフィットミーを使っていきます。パフでね塗るのが好きなんですけど、今日はヘルシーな感じにしたいのでブラシで塗っていきます。こんな感じでつけて全体に軽くつけます。なんかちょっとツヤ感とか残ってた方がいいかなと思って今日は軽くつけます。私の最近のおうち時間は結構お菓子作りとかをするようになって、ご飯もいろいろ作るようにしてます。最近はなんかこの期間に料理の腕も上げたいなと思っていろいろ挑戦してみてます。なんかメイクもそうなんですけど、家で挑戦できることとかをやりたいなと思ってやってます。
そんな大したことないと思うんですけどいろいろね、今までやってこなかったことをやったり、そういうのを動画で撮ってみたりとかしてますね。なので、ほんと最近メイク動画が全然上げてなかった、気づいたらびっくり。で、本当に自粛期間にめっちゃアニメ見てるんですよね。なんか自粛前から見てたのは鬼滅の刃とかを見てて、それはもうすぐに一気見をしたのでもう見終わってるんですけど、ちょっと前に教えてもらった黒子のバスケを見てて一気見をしてるので、もうシーズン1見終わって次シーズン2って感じですね。あのドハマりしてるバスケがちょっと上手くなった気分で見てる。全然できないんですけど、あのパスできるようになりたいと思いましたああいうね、学生の部活とかってすごいいいですよね。なんかもう思い出しちゃう、自分の高校時代を。運動したくなる。そう、なんかほんと最近ね、運動不足だなーって思ってるから運動したくなっちゃいますね。で、筋トレもね、サボりがちなのでまたやらなきゃいけないんですよね。はい、そしたらアイシャドウはこちらを使います。もうめっちゃ楽しみこれ。 Too Faced の Born This Way The Natural Nude アイシャドウパレット。はい、こんな感じの中身です。これめっちゃ可愛いですよね。捨て色がないんですよ。日常使いもできるし、おしゃれなメイクもできると思います。マット系とラメ系が入ってるのですごい使いやすいと思います。超可愛い。こっちの方が明るくて、こっちの方が暗くて、グラデーションになっているような感じですね。こちらのマットなブラウンを使っていきます。これをまず全体にのせていきます。はい、こんな感じ。発色がいいですよね。すごいこの色使いやすい。で、少し横にも広がるようにつけてみました。これだけでも目がはっきりしますね。そしたらこちらを全体にのせていきます。で、下まぶたのところにも少しのせます。はい、こんな感じ。めちゃめちゃ綺麗ですね。ラメが大きすぎないからすごいナチュラルに綺麗に見せてくれます。でもしっかりね、ツヤツヤしてくれるので、ちょっと下まぶたにものせてみました。めっちゃ可愛いすごい綺麗。これはほんとね、日常使いめちゃくちゃしやすいですね。そしたらアイシャドウはもうこれでおしまいで、ビューラーをしていきます。そしたらエクセルのパーフェクトアイライナーのディープブラウンのペンシルでインラインと、この目尻のところにも描いていきます。はい、こんな感じ で、これパウダーもね、ついてるので、パウダーのところで下まぶたの目尻と上の目尻を少しぼかします。はい、こんな感じで、なんとなくで大丈夫ですで、そしたらマスカラをします。マスカラはいつも通りエッジセを使います。で、そしたら今日はね、ブラウンを使います。このマスカラすごい気に入ってるんですよね。塗りやすいし、仕上がりがめちゃくちゃ綺麗。はい、こんな感じ。私のまつげでもね、すごい綺麗になります。で、ちょっとやっぱりね、まつげが伸びたから塗りやすい嬉しい、ちょっとそしたらブロンザーは
セザンヌを使っていきます。でこの間も着てたこれなんですけど、テーザーシーのねお洋服なんですけど、展示会で購入したあの洋服の第2弾が届いたんですよ。それの1枚ですね。第2弾は2枚届いたんですけど、これとボトムス、それが届きました。それはねまだ履いてないんですけど、めっちゃ可愛いんですよね。夏でもね履けるから、全然今急いで履かなきゃってことはないんですけど、くすんだピンクブラウンっていうか、テラコッタブラウンっていうか、そういう感じのスカートなんですよ。めっちゃ可愛いので今度紹介しますねこれもね編み編みで夏でも着れるからめっちゃおすすめです。でこの間は中にベージュのタンクトップを着たんですけど、今日は黒のキャミソールにしました。これもね本当におすすめで、 GU のブラフィールのキャミソールなんですけど、ワンマイルコールの時に紹介したやつで、後ろがね開いてるキャミソールなんですよ。これめっちゃ可愛くないですか。なんか後ろが開いてる洋服とかに着たいなと思って買ったんだけど、こういう編み編みのニットとかの中に着てもねめっちゃ可愛いので、すっごいおすすめ。キャミブラック1個と、あとタンクトップ型のやつも1個買ったんですけど、これねなんか違う色も買ってもいいかもしれない。なんかすごい使いやすい、おすすめそう、 GU 本当に使いやすくてありがたいですよね。本当ヘビロテしちゃう。なんか安いからワンシーズンでいいかなとか思いながら買うんだけど、何シーズンも着ちゃうそう、なんかもう本当にボロボロになるまで着るからありがたいですね。でチークはこちらを使います。これも新しいコスメなんですけど、エトボスのミネラルマルチパウダーのヘルシーオレンジ。以前にピンクベージュっぽいのを紹介したんですけど、今日はヘルシーオレンジです。これをチークに使います。上目にねつけます。血色がいいような感じで全体にふんわりつけます。これもめっちゃ可愛い。なんかオレンジすぎないし赤みすぎない、すごいちょうどいい感じで馴染みがいいですね。うん、可愛い。でハイライトもトゥーフェイスドを使います。これもねめっちゃ楽しみなんですよ。3つのねハイライトが入ってます。ここがグローで、真ん中がソフトフォーカスで、こちらがダズルになります。こちらがナチュラルなハイライトっていう感じで、真ん中のソフトフォーカスは細かいパールが入ってるので、フェイスパウダーとして全体にも使えそうな感じです。でダズルが一番キラキラしてます。はい、こちらに出してみました。ここはアイシャドウを出してたんですけど、ここがダズルで真ん中がソフトフォーカスで、ここがグローになります。ほんと発色がいいですね。このキラキラのラメはアイシャドウとしても使えそうだし、なんかねこういうデコルテとかにつけてもいいみたいです。夏にすごい良さそう。でも今日はヘルシーにしたいので、こちらのグローを使っていきます。これをねさっきの大きいブラシで広めにつけていきます。おーすごいツヤめっちゃ綺麗。すごいですね、肌がツヤツヤになります。で今日はヘルシーな感じなので、ここら辺にもつけます。はい、こんな感じで、リップはこちらを使います。これもめっちゃ可愛くてすごい気に入ってます。はい、ということでメイク完成しました。こんな感じです。はい、こんな感じのヘルシーメイクをやってみました。どうでしょうか。今回はねベージュ系とかオレンジ系を使ってナチュラルにね仕上げてみました。この今のおうちメイクとか、ちょっとそこまでのメイクとかにもいいと思うので、ぜひやってみてください。自然なツヤとかも出してるので、あのリモートメイクとかにもいいかもしれないです。ぜひやってみてください。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。